フェリックス・フランクファーターフェリックス・フランクファーターは、ウィーン出身のアメリカの法学者、フェリックス・フランクフルターとも表記される、立法部の判断を尊重する、司法抑制の立場を取った。全国戦時労働委員会、全国戦時労働政策委員会での、フランクファーターの貢献により8時間労働制の普及に一定の成果が出た。オーストリアのウィーンで、 ユダヤ系の家庭に生まれる。1894年に家族でアメリカ合衆国に移住。ニューヨーク市マンハッタンのローアーイーストサイドで育つ。ニューヨーク市立大学シティカレッジ卒業後、ニューヨーク市の公共賃貸住宅部門で働き、ロースクール進学のための学費を稼いだ。カレッジ卒業からほどなくして、ハーバードロースクールに入学。ハーバード終了後、 民間で短期間働いた後、ヘンリース・スティムソンの下で、アシスタント・ U.S. アトーニーとして従事。1914年からハーバード・ロースクール教授、フランクリン・ルーズベルトの任命により1939年から1962年まで、アメリカ合衆国連邦最高裁判所賠席判事。ABCDEFGH History of the Federal Judiciary The Rosenberg Trial ハットデビット・アール、ローディガーフィリップ・シェルドン・フォーナー、Our Own Time、A History of American Labor and the Working Day, 1989-P203。ありがとうございます。